この時間は2018明治安田生命 J2 リーグ第5節ヴァンフォーレ甲府対徳島ヴォルティスの一戦、山梨中銀スタジアムよりお送りしてまいります。おとといまでは春本番を感じさせる陽気だったんですが、今日は一転して雪になりました。さて、すでに両チームの選手がピッチに入場してまいりました。両チームのフォーメーションも改めて確認しておきたいと思います。スタメンは前節からは4人変更、今日はエデル・リマとそれから新井、さらには佐藤和弘と田中雄介がスタメンにチョイスされました。まあ、ルヴァンカップも今シーズンはレギュレーション上を戦わなければならないヴァンフォーレ甲府です。一方の徳島は勝ちました前節ジェフ戦から全く同じスターティングイレブンです。カルバハルがキーパー、そしてキム・ジョンピル、グエノ、大崎レオに内田優斗の最終ライン、岩尾アンカーにシシーノ、前川、島屋、杉本、そして小屋と、こんな並びを予想いたしました。まあ、一方で甲府の方も相手ボールになって、まあ、5-4-1 気味で伺いますが、まあ、前の3枚、島屋、小屋、それから杉本、さあどうだ、杉本から預けるチャンス、最後は小屋のフィニッシュ。今のもね、杉本がプレスバックしてつついて奪ったところからのカウンターなんですけど、で運び出して1枚剥がして、ここ人数的に3対3逆サイドから入ってきてるんですけどね、はい、まあ、開幕からの連敗中も内容はそこまで悪くはなく、このところはリーグ戦連勝中で2勝2敗おっと少し浮かせたボール持っていきました島谷です。落ちてきたボールの質に合わせてループシュートに、ね、変えて、この辺のアイデアは、ね、本当豊富な選手ですし、佐藤の右足、シネイの頭プッシュ、その前にアシスタントレフェリーの旗が上がっていました。ジネの強烈なヘッド、そしてゴール前詰めた田中雄介でしたが、その前に笛が鳴っていました。さあもうワンチャンス作れるか徳島、ここで右サイド受けてシシーニョ、早めに上げて小屋が入ってきた、小屋アーリークロスから決定機を迎えました徳島。さあもう一度、ここはスペースがあります。田中、金園がフルスプリントでゴール前へ、田中のクロス、金園だ、その山崎からシシーニョ、シシーニョが運びます、左から内田、上がったチャンス、ボックス内4枚クロス、いや面白い、フィールド、いやこそ変わって入った場合から山崎の左足、決定機でした徳島。さあ裏へチャンス、島屋、島屋来た、ビッグチャンス、ポスト、今度は右のポスト徳島。山崎ね、入って3分4分で両ポストに当てましたね、はい、チャンス、いや素晴らしい、エデル・リマのパスカット、浮かせてユザーへ、前川が詰めに行きます、後ろから内田、ここで止めました、あっと一発レッド、甲府は途中投入のユザーが一発レッド退場です。均衡を破れました84分。いや、いいボールでしたね、まあ、今のは最後触ったの誰ですかね、まあ、しょうがないですよね、触らないっていう選択肢はないですからね、前節リーグ戦初白星、
まあ、ルヴァンカップを含めまして5試合投手戦内が続いていましたが、ここでタイムアップのホイッスル。アウェーの徳島が1点を守りきりました。この岩尾のリスタートから最後は新井の頭に当たって入ったゴール、まあ、この1点を徳島が守りきって、これで徳島はリーグ戦3連勝です。